き続き、いやいや、出てて、もうありがとうございます。まだまだ、まだまだこれ多分シリーズですね。シリーズ話したりします。いや、これ、中…では、みどちゃん始めます。よろしくお願いいたします。本日のゲストは、田代さんでございます。2回目の登場でございますね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら。はい、ゲスト。あら、ゲストがもう一人来ました。まあ、井戸ちゃんの方は、普段ですね、まあ、住宅地と、まあ、アーティストをつなぐとか産地をつなぐということで、あと文化をつなぐっていうのをですね、まあ、テーマにやってまして、今日はあの2回目の登場、田代さんでございますけども、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。で、今日はですね、見ていただいている通り、まあ、お茶のですね、急須とかですね、まあ、ギアをたくさん持ってきていただきました。これですね、ちょっといろいろと紹介といいましょうかね、お聞きしたいと思います。まずは僕もですね、ちょっと今回あの前回ですね、初めてお会いした時に買わせていただきました、こちらの、急須ですね。前回の動画の中でこの平の分がいいよっていうところの話をちょっと伺ったんですけども、よかったらもう一度そこから、はい、少し聞かせていただいて、はい、そうですね、まあ、通常急須ってイメージされるとこんなちょっと丸っこい形のものの方がイメージすることは多いと思います。そうです、今から8年9年くらい前に作られたのがこの平たい形の急須ですね。お、結構最近なんですね。はい、みんなこれ最新型の急須とも言われて、また進化してるんですね。はい、そうなんだ。まあ、そうですね、そこが平たいのが一番特徴的で、平型急須と言われてます。平型急須、まあ、この急須が生まれるきっかけみたいなのは、まあ、静岡のお茶屋さんが、まあ、誰が入れても美味しくお茶が入るようにとか、そのお茶の葉っぱがこう開いていくっていうことをちゃんと認識意識できるような急須が作れないかっていうところを目指して、あの愛知県の常滑です、ね、知多半島、そうです、知多半島ね、セントレア空港から二駅のところ、二駅のところある産地なんですけど、日本で一番急須を作ってる産地です。はいはいはい、まあ、急須の生産地というところで見ると、はい、うんうん、その愛知県の常滑と隣にある三重県の萬古っていうの、萬古焼きって聞いたことないですかね。いやー、ちょっと初めて見る、はい、その辺にあってですね、で、急須を産地として職人さんがいっぱいいて技術があるっていうのは常滑と萬古くらいしかないとは言われてるんです、ね、なるほど。じゃあ伊勢湾を挟んで、そうです、ですね、このこっち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 ですね。他の産地でも急須はもちろん作ってはいるんですけども、うんうん、まあ、有田にもありますし、いろんなところにもあるんですけど、急須を作ろうとして産地が向かっていった、ブランディングしていったっていうところはないんですね。急須といえばここっていう、はい、なるほどなるほどなるほど。なのでその違いっていうのはすごく大きくって、急須の形をした焼き物なのか、ちゃんと道具として成立した急須の焼き物なのかっていうところで大きな違いが出てきます。で、まあ、そこの常滑でもう何十年、50年、60年とやってる方の職人さんたちに、まあ、お茶が誰が入れても美味しく入るような形はどうなんだろうかっていうところを答えてもらうために設計図を持ち込んで、こういう形まで長年かけて生きていたというのがまず、まあ、引き札としてあります。そこ進化してきた形、結果がこの形という。そうですね、今言ってるわけです。もちろん丸いこういう急須がダメなわけじゃないんですけど、もちろんいいんです。はい、まあ、急須の歴史までたどっていくと、また今度は中国の話になってくるんですけども、まあ、中国の技巧市っていう、まあ、町があるんですけど、はいはい、技巧っていう、ね、ちょっとここに書いてもめちゃくちゃ難しいし、あ、本当だ、はい、難しいですね、はいはい、そこがまあ急須の発祥の地と言われていて、じゃあそもそも中国で生まれた急須が何のために使われてたかって言ったら、まあ、中国緑茶のために使われてることが多いわけです。まあ、そこまで言うと、もう中国の緑茶と日本の緑茶がどう違うのか始まってくる、どん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 もう深掘りが深くなるわけですね。いや、すごいですね。まあ、中国のお茶が出てくるともうこれ止まらんとなりますよね。もう1時間2時間全然なっちゃいますよね。まあ、中国のお茶と日本のお茶っていうのはまあ違うよっていうところから、あの考えだけ考えてもらったら今回はいいんですけど、
中国のお茶のために作られた急須が日本に渡ってきました、うんうん、で日本で作るのにはどうしたらいいだろうかってことで職人さんがみんな頑張って作りました、うんうん、した、はい、でそのまんまその形とか使い勝手だけを考えて今流通し続けてきたんですね。でも昔の方っていうのはそこまでこうお茶を入れるっていうことに対して、うん、どういう現象が起きているからどういう味が出ているのかとか、あーなるほど、まあ、要はアミノ酸であったりとか、うん、カテキンであったりとか香りの成分だったら、うん、ジメチルスルフィドとかアオバアルコールとかっていうのもいろいろあるんですけども、うんうん、そういったものの名前すらない状態で、うんうんうん、ただただその道具を使って、まあ、入れやすいねっていう話だけをしていたわけですね。中国のお茶っていうのはなるべく香りを楽しむっていう場合が多い、うん、結構香りなんですね、はい、味というより、はい、だから高温で出すんですよ、もう熱湯ですよね、熱湯で、あの急須に蓋閉めてからお湯をかけてる人見たことないですか、うんうん、ある、ありますね、そういうイメージですね、そういうイメージとかとかけてるイメージもあります、うんうん、まあ一概にも言えないんですけど、うんうん、そういう入れ方をするっていうのは、うん、中のお湯の温度を少しでも下げないようにするためにやってるわけですね。お湯の温度が高くないと葉っぱが開かれませんと、うん、開かれないと香りが出ませんっていう話の中でそういうことをしてるっていうことがあります、うんうん、いやそういうものにするためにはこれちょっとあれなんですけど、うん、丸い急須のほとんどは口がもっと狭いんですね、うん、入り口がこう閉まってるってことですか。確かに確かに、そうですね、はい、香りを閉じ込める、はい、香りと熱を閉じ込める。おお、まあ、そうですね、確かにちっちゃい時とかジャスミンティーとかよくある、うんうん、あのガラモンの急須とかこうなってますね。洗いにくい。洗いにくい。確かに確かに。そう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 。トレンバーみたいな。あれは熱を逃がさないための形状なんですよ。なるほど。なんだ。で、お湯もちょっとこうくるっと回ったりとか、あの高温でするんで、うん、葉っぱは少しでも多く開かせてあげたいよっていうものを目指した形状なんですね。でまあ、そこからちょっとずつ進化していって、まあ、日本の緑茶にも使いやすいようにってなってきたんですけども、はいはい、ここまで丸い理由っていうのが、うん、じゃあどこまであるのかっていう話にどんどんなってくるんですね、うんうん、なるほどなるほど、もちろんあるんですけど、うんうん、この平たい急須はじゃあ何のために作られたかっていうと、うん、誰が入れても美味しく入るようにっていう考え方の急須です。で再現性が高い状態にしたいというところですね。で日本の緑茶っていうのは香りじゃなくって、はい、まあ、香りももちろん大事なんですけど、うま、ん、み、うん、っていうのを大事にしてる飲み物なんですね。確かに世界でもまあ稀に見るうまみ志向の、飲料なんです。あ、へえ。世界中見回してもうまみのある飲み物ってほぼない、ね、うま、ん、みを強調してる飲み物、うんうんうん、まあ、大体香りと苦み、うんうん、確かにになってくる。そうですね、じゃあ旨味を出すっていうことはどういうことかっていうと、まあ、葉っぱに対して高温が必要がないんですよね。うーん、高い温度のお湯があんまり必要じゃなくなってくるんです。うーん、温度が高ければ旨味も出るんですけど苦味も香りも一緒にめちゃくちゃ出る、出ちゃうと、抽出がどんどん出ちゃうと、はい、なるほど。温度が低ければ、はい、旨味だけを出すこともできるようになる。うーん、あ、なるほど。なんか昆布を水から出すみたいな感じですかね。昆布沸騰したグツグツしたお湯の中に入れない、うん、入れないです、入れないです、うん、余計なものまで出すぎちゃうから、うん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 、ただ余計なものまで出しすぎた方が味としてはしっかりとするんで分かりやすさはありますよね、うんうんうん、はい、だから結構混ぜ物系にするんだったらそっちの方が良かったりもする。うん、なるほど。ただもう出汁だけで飲みたいんだったらそこまでグツグツさせたものは飲みたくない、うん、飲みたくない、飲みたくないです。お茶も同じ話、うん、えぐみが出ちゃいますかね、うん、なんかご飯と一緒に飲む時のお茶だったら別にえぐみとか苦味出た方がいいんですね。うん、ただお茶だけをこう楽しもうとか、うん、まあ、いろんな品種とかいろんな品質のものがある中で、うん、お茶と向き合いたいなっていう時はもうお茶だけで楽しみたいです、うん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 、するとそこにうまみっていうものがかなり重要になって、なるほど、研ぎ澄まされたあの透明感のあるうまみっていうものを表現しつつも、その葉っぱがどんどん開くっていうことも分かりやすくするための急須なんです。なので温度を保たせる必要がそこまで強くない、逆に熱くない方がいいので口が大きい。なるほど、そっか、はい、大きいんですね、これ ね本当だ、中国の急須さっきの結構ね、確かに確かに、もう穴こんぐらいしかなかったりとか、はい、まあ、広くなって
この急須にお湯を入れた時に、うん、お湯の冷め方っていうのは圧倒的にこっちの方が早い、ね、うん、うん、確かに。だからめちゃくちゃ苦いお茶になるっていうことが少ない、そもそもの話。そっか、熱いお茶で入れると苦くなっちゃう、苦味が強く、うん、もちろん苦味の強いお茶を好む方もいらっしゃるんで、うん、まあ、それはその選び方がある、うん、急須もだから選んだ方がいい、ただお茶の苦味っていうのは後からどんどんまた出てくるので、はい、この味の変化とかも楽しもう、1煎目、2煎目、3煎目、4煎目、5煎目、やることができるので、うん、そういうお茶の味を分解する、うーん、あ、分解するって面白いですね、はい、っていうことに優れた、うん、なるほど。ね、あ、ちなみに5000ぐらいまでいっても大丈夫ですか？入れ方による。入れ方による。なるほど。お茶の葉っぱって、まあ、揉んで乾燥させてるので、うん、細くねじれてるんですよ、うん。はい。まあ、いったらこう、これがお茶の摘んだばっかりの葉っぱだとしますよ。うん、これに対して、まあ、水蒸気は結構蒸すんですけど、うん、まあ、蒸すことでその呼吸を止めてあげて、はい、それ以上こう変化しないようにしてあげて、なるほど、その上で乾燥させて、うん、いう時に揉んでいくんですけど、うん、揉むことによって葉っぱの中の水分を押し出してあげて、うん、ギュッと絞っていくんですね、うん、と葉っぱのこうねじっていくんです、うん、で皆さんがお茶の葉っぱ買った時に袋を開けると出てくる状態ってねじれた葉っぱなんです、ね、うん、確かにねじれてる、うん、でその表面に一番旨味が乗っかってます、うん、葉っぱが開いてくると内側から苦味が出てきます、うん、で香りもどんどん変わってきます、うん、で開き切ってこうねじれてたものが開き切ってこの状態になったら終わりです、うん、なるほど。だから開いてなければまだ飲めます。そういうことか。あ、じゃあ、うん、なるほどなるほど。完全にこうボワッとなってますね。なんか開くと、ね、おしまいと、うん、非常に綺麗に作られてるお茶であったら、うん、本当に1枚の葉っぱがそのまま戻ってきます。すごい。それなんか開いたところ意識したことなかったですね。あの捨てるときに捨てるときにね、平たくなってるのはなんか見ますけどね。そういう形状のある葉っぱっていうのが、まあ、品質もいいですし、うん、そのやっぱり特徴を持って作ってる人に対し、うん、人がそういうのを作るのが多いんです。なるほどなるほど。例えばお茶の品種であったりとか、うん、まあ、土がどういう土壌なのか、どういう日照時間なのか、うん、であとは作ってる農家さんがどういう意思を持って作ってるかっていうのは、うん、その葉っぱに全部現れる。なるほど。すごいですね。これはそこまで見たことないよ。確かに見たことなかったな。面白いな。ちなみにこの急須でお茶を入れると、はい、口が大きいので、はい、葉っぱがよく見える。見える見える、ね、そうですね。本当にこれねすごい見えるし。口の狭いものを使うより、こっち使った方が葉っぱを見るようになる。確かに。ということは、その葉っぱがどんぐらい開いたらどんぐらい味が出るのか、うん、どんなイメージで開いていくのか。で開き切った時にどんな葉っぱがあるのかっていうことを認識するように、うん、意識するようになってくるので、うん、お茶を入れるのがどんどん上手になってくるんです。ああ、なるほど。よし、うまくなるっちゃう。そう、うまくなっていきます。で初心者の方にこそこの急須っていうのが向いてるものでもあって、なるほどなるほど。で、ある程度こう失敗しないために制限がかけられてる急須でもあるわけですね、うん、まあ、口が広いっていうのもまあ一つの原因ですし、うんうん、まあ、注ぐ時の口が、うん、まあ、細いっていうのもその1位なんです。そうですね、はいはい、これが大きければダバダバダバって出る。はいはいはい。もうこの急須の角度ってめちゃくちゃかけたくなってくるんです、うんうん、これいくらかけたって少ししか出ないんで、相当注いでも勢いよく注いでもそんな変わらないことになるんです、うん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 、一定しか出ないってことですね。なるほど。でお茶はですね、相当注いであげた方がやっぱそれもえぐみが出る、あ、ゆっくりね、はい、こんな感じでぐるぐる回して、はい、こうやって入れてるお茶は、はい、やっぱ苦いんです。なるほど。あのラーメンの湯切りみたいにならないようにしこんなやる人いるんですけど、はいはい、それで美味しく入る入れ方もあるんですけど、うんうん、さっき言ったようにちょっと温度を下げて、うんうん、旨味とかを意識して葉っぱの開きとかを考えた時に、うん、せっかくね温度を下げて入れてるのに、はい、うんうん、葉っぱが開かないように入れてるんです。温度を下げるってこと、うんうん、こんなことやってたら葉っぱ開くんですよ、うん、なるほど、なるほど、ね、極端な話をしたら、うん、もう絞り出してると思うんで、うんうんうん、まあ、さっきの昆布の話にもなるんですけど、うんうんうん、
昆布まだ味出てねえなってこうギュッてやる人いないですね。いないですね、確かにいない。雑巾じゃねえんだからって、うん、もっと味出るでしょっていう感じにするのがそういう、うん、振るっていうコースであったりとか絞るっていうコースにする。で割とこうゆっくりと注ぐ、ゆっくりと注ぐといいんですよね。こうゆっくり注ぐときにでも急須のこの口ですね、この形がちょっと歪んでいるというか、歪んでいるのが分かります？見えますか？まっすぐじゃない、まっすぐじゃない、確かにこうなってます、歪んでますね。あの急須持ってみてください、はい、で注ぐような形をしてみてください。急須の角度ってどうですか？平面に対してこういう風には回転していかない、うん、そうですね、こう入れないですね、手前に向かってこう引いてるそこに対してすげえまっすぐなラインをこの口が作っています。あすごい、考えたことなかった。考えたことなかった。人間工学だ。そう、人間の手の形とか構造をちゃんと認識してる。ケースの中を液体っていうのはこのまっすぐのところを通るんだな、ちょっと左の手前側の斜めのところを通っていくという意識なんです。なるほど、ここね、こう見たら分かりますね。あとで写真を上げとこう、動画に。じゃあちゃんとね、そうですね、全部反り返しもついてますね、口の部分。うわ、ついてるついてる。はい、色は全部なってますね。なってないケースがこれですね。ああ、本当だ。切りっぱなし。おお、本当だ。じゃあそこで何が違うかっていうと。相当注いだ時の垂れ具合が違う。ちょっとお水いただきますか。おお、もちろん。こっちの平たい方は全部同じ型。そうですよね。ね、同じようにこういう向きになってますね。それはひと手間なんですよね。意図してそうしてるってことですね。そうです。わざとこうやんないといけない。やってない人はこう。いや、そうですよね。普通に道具として作るとなんか綺麗に作りたくなっちゃいますもんね、はい、いやそれが何の意味があるのかっていう話なんですけども、まあ、こういうのも一緒の話なんですよね、これは後ろに手がついてるからこう斜めにする必要はないんです。なるほど、なるほど、まっすぐ出ますもんね。こういう角度がついてる口だったら垂れてこないんですよね。この形状も、どのぐらい相当出せるかってことを直感的にコントロールしやすいように計算されて作られてる、じゃあなぜ急須はそれをしないのかって話なんですね。こういう形をしていたら、もう出しっぱなしでベタベタ折れるんです。まあでもしないわけじゃなくて、してない人の方が圧倒的に多いというだけの話なんです、なるほど。それは作家さんによって変わってしまうよ。じゃあこれをね、相当注ぎます。どんなにそっと注いでもこっちに垂れることは一回もない。なるほど。全然垂れない。引き抜糸のように一本の筋がスーッと入って、これができるからそっと注げる。なるほど、なるほど。これができなかったらやっぱ慌てるんですね。やっぱこんな風に作ってる。ああ、はいはい。あ、いや、今までの俺はそうでした。浅いからその角度もなんか、ね、つけなくて済むんですね。やっぱこういうものを使ってると、口も上の方からついてるんで、結構傾けないと出始めないですね、そもそもそもっていうのがあって、この位置がね、はい、やっぱこういう風に丸っこいちょっと回したくもなる。いや、確かにそうですね。回しやすいんですよ。これ回しにくい。回せないですね。回せない。なんか難しいですね。そう。で、それが制限なんですよね。あ、しないでくださいよっていう形状の目的なんですよ。できないようになってるから、逆に言うと、その制限があるから、素人でも入れやすくなる。はい。言葉で伝えなくても、なんか自然となるデザインになる。ある程度みんなが同じ入れ方になれるっていう。いや、これはすごいですね。これはすごいですね。いや、面白い。まあ、これを作ってる方っていうのは、まあ、僕が取り扱わせてもらってるのはメインで84歳の職人の方なんですけど、このレベルで作れる方が、まあ、3人くらいしかいないと思うんで、中で一番若い方が73歳かな。いやいやいや、すごい世界ですね。なかなかだから
急須自体が作るのが大変なんですよ。そうか。なんでかっていうとパーツが多いんですよね。うーん。パーツどうぞ。こういう、まあ、お湯飲みですよね、うんうん、まあ、手びねりにしろ、ろくろにしろ、うんうん、言ったら一回スーッと引き上げたら、うんうん、完成するんですよ、うんうん、形状として、うん、で急須を見てみましょうかと思うと、うん、あ、これ全部ろくろで作ってる急須です。型で作る急須もあったりするんですけど、うんうん、それでもやることが一緒で、うん、胴体の部分、うん、取っ手の部分、うん、注ぎ口の部分、うん、と蓋、うん、あとここの茶こしの部分ですね。うん、あ、はいはいはい、うん、これ全部別で作るわけです。そうですね。パーツがね。茶こし以外はろくろで引くわけです。まあ、あの僕今陶芸を最近やってるんですけども、ろくろを引いて、うん、あの同じ大きさにするっていうのかな、うん、まあまあ難しい。難しい。そうですよね。一定のサイズ感です。うんうん、これはですね、一つの作品を作るために、うん、少なくとも蓋と胴体はぴったり閉まってなきゃいけないです、うんうん、全く動かないですね、うんうん、ということは全く同じ径で、うん、直径で作ってはめ込まなきゃいけない、うんうん、それが取っ手にも言えるし、うん、同じこれは同じ径じゃなくていいけど、ここにやっぱはまるように作っていかなきゃいけない、うんうん、口もそう、うん、で茶こしを見るとやっぱこんな細かいものをすごいよね、これ。いや、まあ、すごいですよ、ね、焼き物なんですね。非常に細かい穴が開いて、見えるかな、開いてるんですけど、これはやっぱりこうやって手でくっつけていかないといけないわけですね。いや、これ本当、うん、これがね、やっぱりいいんですよ。またなんか普通なんかね、金皿みたいな線ですね、あれがパフォーってはめるのがあったりするんですけど、これがね、あるとないの、全部これ初めて、これめちゃくちゃいいです、これは。あれはめるとき、うん、ザルみたいな、うん、葉っぱが中で広がらない、うん、あ、重なっちゃって渋滞してますもんね。満員電車に入ってると思うんで、出るも入るもなかなか進まない状態です、うん、これはもうみんなゆとり持って座れる椅子しかないような状態です、うん、だから広がるってなったときに横の人とも邪魔しないし、うん、上に空間ができてるんで、うんうん、味が自由に出れるんですね、うんうんうん、で1煎目とかはあの旨味出さない、あ、旨味しか出さないようにして、うんうん、それは葉っぱ開かなくていいんですけど、うん、広がろうってなった時に、うん、スペースがあるっていうのは幸せなこと、うん、なるほどなるほど、心は広がりたい、うん、でも状況が広がりない、うん、ねえ腹立ちますでしょ、うん、でもお茶も同じなんです、うん、まあ、そういうのを考えてあって、うんうん、なるべくそういう邪魔しない位置に、うんうん、まあ、最小限の茶こしを、うんうん、しかも金物じゃなくて、ね、陶器で作ってあげてるっていうのがすごい。つけるね、そのパーツ作ったところなんですよ、うん、もうそれぞれこう綺麗につけるのもなんかすごい難しそうですよ。難しいです。あとはですね、焼き上げるときに、うんまあ、焼き物なんで大体 20% くらい縮むんですよ、うんうん、で焼く前って一回り大きいですね、この人たちって、はい、そしてですね、1日1個作るみたいな人じゃないから、うんうん、パーツはそれぞれでどんどん作っていくんです、うんうんうん、で今日は蓋作るんだったら蓋を何十個と作るんです、ね、なるほど、うんうん、胴体を作る人だったら胴体を何十個と作るんです。土って、ね、ほっとくとどんどん乾燥してます、うんうん、乾燥してますね。で乾燥していくとまあ縮むんですけど、うん、その後さらに焼くんで、うん、乾燥具合によって縮み方、うん、収縮率っていうのは違うわけです、うんうんうん、さっき 20% って言いましたけど、うん、水分が多く入ってればもっと縮む、うん、なるほどなるほど、水分が少なければもっと縮まないわけ、うん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 、蓋だったら蓋だけ作ります、うん、胴体だったら胴体だけ作ります。これを重ねた蓋を閉じた状態で焼くんですけど、すげえな、縮む率が違うのぴったし閉まってる、うんうんうん、っていうのがまずありえないんですよ、うんうん、難しい。だいたいカタカタしてる急須よく見ると思うんですけど、うんうん、あれが急須の産地じゃないところの急須、うん、なるほど、そういうことか、そこに戻ってくるんですね。ルールがないんですね。なるほどなるほど。常滑にはルールがあるんです、うん、急須と蓋はぴったりと閉まってるというルールがあるんです、うん、あとですね、取っ手とか注ぎ口もこの乾燥具合が違うと焼いた時に引きちぎれる、あ、縮み方が違う、違う、あ、なるほど、ね、この辺とかの、うんうん、かなりの率で割れるんです、ね、うんうん、この一つのものが完成するまでにはすごく
つも問題があるんですよ、うんうん、この1個の湯飲みを作るっていうよりも問題が多いんですよね、うんうんうん、でそういったものをわざわざ1個1個全部手作りでやっていかなきゃいけないっていうところが、まあ、職務としてはかなり、うん、やらなくてもいいこと、うんうんうん、である程度、うん、腕がある人って、うん、急須作るより、うん、お皿とか湯飲み作った方が数もできるし、まあ、で単価も下がるから、うんうんうん、売りやすくなる。確かに確かに。そう、だからいくらでも作りたくなるんですよ、うん、例えばこの蓋ですね、うんうんうん、この蓋作るだけで、うんうん、まあ、お皿作るくらいの労力がかかるんです、うんうんうん、でもこれをわざわざ5つ別々で作って、うんうんうん、こうやって組み立てて、うんうん、心配する可能性がめちゃくちゃ高いというものを1個、うんうん、まあ、言ったら5000円とか8000円で売れたらいいかなみたいなくらいで作ってやるのか、うん、この蓋だけ作ってお皿と称して、うんうんうん、まあ、10枚焼いて9枚完成しましたよ、1枚2000円で売れましたよ、うんうん、っていう方を売るのか、うんうん、っていうのを考えると、うん、商標ベースで見ると、うん、急須なんて作りたくなくなる、まあ、そうそう確かに、確かに、そりゃそうだな、確かに。この方は84歳の方で、15歳の時から弟子入りして、15歳から、はい、だから69年間かな、ずっと急須だけをやってる方なんです、実際そんな人ほぼいない、ある程度したら、まあ、自分でお皿作っちゃったりとか、うんうんうん、急須職人、うん、まあ、もう趣味でいいかなってやったりとか、その主としてこれだけっていうのはやっぱり、うん、なかなか継続は難しい、ただこれを主としてやってないと、うん、このレベルの急須は作れるようにはならないんですね。ということはもう希少ですね、うん、希少です。後継者の問題というのはずっと言われていて、うん、陶芸をすごいやられてた方とかも弟子入りしたこともあるらしいです、うんうん、何か賞を取ったような人たちも弟子入りしたことがあるらしいんですよ、うんうん、はい、でもこれは作りきれなかったんですよ、やっぱりある程度のこう自信があって、うん、今賞を取ってるくらいですから、それの気持ちで急須に挑んだ時に、はい、全く考え方が違うっていうところに行き着いてしまって、うん、なるほどなるほど、じゃあ自分の得意分野でやろうっていう人にみんななっちゃうんですよね。へえ、そういう希少なものなんですね。そうそう、これめちゃくちゃ、しかもね、この模様もね、やっぱかわいいし、かわいいと言ったらあれかもしれない、うん、すごい綺麗で、繊細ですよね、でもね、この模様は土が柔らかい時にハンコを一個一個押してるっていう、まあ、インカっていう模様なんですけど、うん、要はこんだけ模様つけても失敗する可能性がめちゃくちゃ高い、うん、そうっすよね、すごいけど、まあ、色味がいいんですよね、ちょっとこうまた軽い、これ一個一個のパーツが本当に薄く作られてます、うん、ちょっと何度かこういうの割ってしまったことがあるんですけど、うん、この底の部分っていうのは本当に薄くてですね、うん、1ミリもないくらい、え、そうなんですか、うわ、ちょっと気をつけよう、まあ、そういうことで管理されてるので、うん、まあ、なんか軽く扱えるよと、うん、なるほどね。普段置くときって、はい、これうちのここに飾ってる感じで置いてるんですけど、はい、どういう風な置き方とかがいい、置くときはもうこのまま、もう大丈夫です、はい、大丈夫です。で、まあ、乾かすときとかなんかちょっとひっくり返したりすると、はいはい、やっぱ口の部分が欠けたりとかっていうのはよくある話なので、うん、はい、まあ、あんまりしない方がいいかなとは思うんですね。蓋を開けとく、うん、なので洗う、まあ、これはもう使ったらすぐ洗うと、ね、どうしても乾かないっていうのもあるので、うんうん、お湯を入れちゃうっていうのも一個手なんです、うんうんうん、そこにお湯を熱湯を入れて、うんうん、である程度急須が温まったら捨てて、うんうん、置いといたらもうすぐ乾きます、うんうん、なるほどですね。あ、なるほど、そういうお手入れをしてもらったら、うん、もう100年、200年持ちます、ね、なるほど、いやー、すごいな、いや、しかもこれだけのなんていうんですか、技術がなんか入ってるって考えると、そしてもあと今後作られるのが難しくなってるってことを考えていくと、うん、希少性からしてもですね、これは確かに他の急須に比べると2万いくらからするので、まあ、高い、なんていうか、急須だけで見ると高いんですけど、やっぱそこまでのなんか、そうですね、希少性、将来の価値と、あとずっと続けていけるっていうところを考えていくと、そうですね、全然高くない、うん、まあ、これは考え方だと思います、まあ、例えばですけど、うん、毎日お茶を飲みますと、うん、
って言った時に、うん、まあ、365あるわけですよね。365日毎日これを使いますと、うん、あったら1日あたり90円くらいにしかならないんですよ、うん、まあ、ガス代みたいなもんですよね、うんうんうん、100円で90円、うん、1年間毎日使ったら90円、うん、100年間毎日使ったらいくらでしょうか0.9 円でございますね。けど実際けどこれね、今後その残すっていう意味でも、僕はちょっと文化と住宅地っていうのも一応テーマに井戸端ではなってるんですけど、文化ですよね、文化を継承していくっていうところ であとはこれをひっついてる、またストーリーがまた素晴らしい、うん、日本茶っていうこの文化がまたつながっていくところもありますので、ね、割れた時もね、あの田さんは金継ぎができるの、ね、もちろん割らないに越したことはないですけどね、もちろんもし万が一割れてしまっても、まあ、こんな感じでですね、うん、あの金継ぎっていうか、うん、漆で割れた器をつなぎ直して、うん、まあ、その後またずっと使えますよっていうのも、うん、日本の、まあ、考え方なんですよね、うん、新しいものをいっぱい作るんじゃなくて、うん、あるものをまたこう修繕して、うんうん、新たな価値を持たせて使い続けるっていうのは、うん、日本人が本来持っていた、うん、まあ、特に江戸時代なんていうのは究極のサステイナブルとも言われていた時代だったりするんで、もちろん SDGs とかね、もう今更だ、今更じゃない、今更です何言ってんだって、はい、でも物は買わない捨てない、なるほど、で買うとしたら長く使えるものを買う、そうですね、そしてまあこれを使ってまたこう世界観を自分の中にリラックスといいますか、ね、うん、いうのに使えるっていうのは非常にいいですよね、はい、うん、いやいやいや、今日はまた長時間にわたりまして、またね、あの引き続き、いやいや全然全然、もうありがとうございます、まだ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 、これ多分シリーズですね、シリーズ話したりってますいやだってこれ中国茶の話まで来ると、いやそうですね、3年ぐらいのプロジェクト器だけでもまだ、ね、器だけでもね、まあ、まだまだありますしね、お茶の話もしてないし、お茶の話もしてないし、そうですよ、まずは今日はギアというか急須っていうところにちょっと今日はで、こちら名前を、作家さんの名前は、はい、磯部照之さんという方ですね、照之さん、照之さんの、はい、まあ、証拠としてここに輝くという文字が入っております、照之窯ですね、照之窯ですね、はい、こちらの方は、あ、まあ、土屋さんの方にご連絡いただければ、はい、こちら購入することができますので、はい、あと井戸端の方にも声かけていただいたらつなぎしますから、ぜひぜひ、土屋さんのインスタグラムとかですね、チェックをしてみてください、はい、今日またありがとうございました、またありがとうございます、引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、それでは皆さんございます急須にここまで命かけるみたいな感じですよね、うん、実際そうですね、15歳からでしたっけ、15歳から15歳から、84歳まで急須を作り続ける人とかいないっすよ、うん、65で独立ですからね、65で独立長い道のりですね、定年後ですからね、磯部さんすごいな、